てが金魚なぎをこう集めてくると、想像ができないぐらいのクリスマスツリーができると思うんで、でクリスマスツリーというかそれを宇宙から見たときに、こう一瞬にしてブワッと光るっていう地球ができると思うんで、それはまあ見てみたいですね。